はいよー、ケンズ飯です。はい、今日もね、昨日に引き続き毎日ゴーレムの方やっていきます。で、昨日の振り返りとしてはですね、こちらですね、ゴーレムライトニングっていう、まあ、テンプレですね。ゴーレムプラスライトニングが今一番インフェとかに対しても強いんでやってるんですが、ペッカ、宿敵であるペッカと、日本人の方ですが、まあ一番相性がきつい小ジョババさんですし、まあ東にできるカードがこのダクネク、アイスゴーレム、コジョババって3つあるんで、今回はやっぱアジアカップでも使ったこちらのゴーレムロケットですね。まあ、若干の初見殺し感、三重子を固めて出してきた間に、ホレーとぶちかましたりだとか、まあ、エリポンに対して強かったりだとか、あとはファビトに対しても一発で処理できるっていうところで、まあ、非常に同じね、ライトニングの 6コストと比べて、今ね、光ってるカードですね。で、インフェに対してロケット先打ち打ったとしても、ちょっと残っちゃうんで、一応ザップを持ってきます。で、ザップ採用、まあ、前は矢の網採用だったんで、ザップのとこね。それガゴンブレに対してなんで、まあ、ザップと、矢の目がザップのとこで、アイスピンとかスケルトンだったんですけど、まあ、ガゴンブレ対策でザップと相性がいいアイススピリットって感じかな。まあ、で、ここら辺で小ジョババも止めれますよっていう感じでいきます。では、早速グラチュレ潜っていきましょう。レッツゴー。まあね、ゴーレム、やっぱどんなきつい環境で、まあ、負けようとも、今はきつい環境なんですけどね、グラチュレで結構負けると思うんですが、それでもね、一緒に皆さんと上手くなっていけばいいかなと思います。よろしく。さあ、ここはまずエリクサーボンプ展開かな。しかし、リキューニットがいないんで、ちょっと渋い。しかも次がちょっとやばい、テーブが。さあ、相手なんだ。なんとか守って、守るが、ああ、守れなかった。アイスピッツイジュの一応ザップを握っておきましょう。さあ、ここでどうするかですよね。ダクネク出していくのか、ザップをさばいちゃうのか。自分はザップかな。打ってエリポンで穴掘り銃が来ると思うんで、こっちか。オッケー、多分ファイブだよね。今のアイスピはまあちょっと渋いね、若干ちょっと下手くそだね。タテスケかな。まあこのサップはおまけみたいなもんですね。で、このままファイブ打たれるとラッチは開かないんで、でもね、エリポン置かないといけないんで、まあ置くかな。穴掘り止める気がしないんだよね。さあ次どこに出してくる。おっと、これうめえな。これしゃあねえんだよな。こう下げちゃうともうね、どうしようもねえ、どうしようもないんすわ。まあ一応ジャイをさばいたってことでゴーレム出した時のカウンターが来ないって考えるとまあいいかな。潰せ、いけいけ。渋い。ゴーレ出して、これはアイスピで受けたい。アイスピで受けて、じゃあいいかな。さあ、こんな感じで受けて、ここでロケットですね。でもファイヤーボール、ファイヤーボールなんで、ファイヤーボールなんで、ザップで受けて、まあやってくるとしたらジャイなんで、オッケー。どうすか、ファービちゃんの役割を奪うだけで意外とねロケットが気持ちいいんですよね。ナイスゲームといった感じで、意外とねロケット楽しいんですよね。やっぱファービちゃんに対してライトニングプラス何かでやらないといけないって時にロケットボコンって打てばいいんで、非常にいいのかなと思います。さあ次は初手にまたエリポンがない。ステイ、メガゴ出して様子見。コジョババか、
ダクネクかスケラかステイして、残ってるメカゴが残ってるうちに、これはラッキーなライティングでしたね。ザン止めて、ここにダックネックじゃなくてベビドラ追加したいが、まあ仕方ない。で、ロケット握っといて、相手何するかだよね。ゴレ出します。相手多分ゴレダックネックかジャイダックネックか、ライトニングですもんね。ヘッカか。どうしようかな。こんな感じでいこう。とりあえずここ、この場はこれで押さえて、で、押さえて、出して、アイスピチか。ちょっと Wi-Fi の回線が悪いよ。で、押さえたんで、ゴール展開。まあ、ドア取れてるかな。今、相手6個使ったんで。しかし、ペッカで終わってしまうんで、厄介ですね。どう処理していくかってことだよね。早めのダクネクでコウモリ生産で、攻撃つけていきます。まあ、そうなるでしょう。で、火力高い、メガゴを添えて、さあ。ザッと打って、なるほど。ああ、ゴール間に合わねえ。けど、十分侵入できますね。オッケー。あと逆サイの小島場だけ防げばいいんで。ああ、なるほど。ここで、鳥取のロケットで、危なーい、ナイスゲーム。ロケットいいね、防衛。なかなかいいですよ。今2勝。やっぱね、ロケットいいよね。なんかね、しっくりくる感じがある。よろしく。せっかくね、今ね、ライトニング集めてるんだけど、ロケットの方がいいかもしれない。インフェ少ないからな、言うて。あの振り来たらやばい。雑貨？でも今流行らなくてよかったね。で、ここでカウンターで雑貨を構えておいて、30しか。どうしような、これ。嫌なタイミングですよね、これ。こう受けて、さあどうしよう。こっからメガゴ出すか、ザップで様子見るか、リポン立てるか。様子見かな。一応コジョババ対策のメガゴ出して、逆サイドのコジョババを警戒してダクネクかな。リポン立てて逆サイかな。おっと、これはロケット打ちてるな。けどですよ、待てと。ここはダクネク出す。やべ、それ聞いてね。ダクネクが単体で突っ込んでいく。ミスった。もったいねー。しかも外していく。落ち着け。やべえ、小島追加されるよ。
まだ全然あるよ、全然あるよ。おい、なんでペッカ入ってんねん、やべえでしょ。どいつもこいつもペッカ入ってるやん。やばいやばいやばい。さあ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 、そこか、ここにやろう。飛べ、いいよ。いいよ、いいよ、いい判断。さあ、そう来るか分かっていたよ。ザップ打って待って、あれ来い、30超え、イエース、オッケー、ナイスゲーム、よっしゃ。うわ、危ねえ危ねえ危ねえ、まあ危ねえ、いい感じいい感じ。ロケット強ないですか。あー、ちょっと気づいた、うん、てな感じ。昨日とはね、変わってロケットやっぱね、三重子キッズが今多いんで、それをね、やっぱロケットでボーンっつってホレーっつってやってやるのがいっちゃいいかな、うん、てな感じで今日のゴーレムドはロケットでした。では皆さん、またお会いしましょう。飯食べてきます。